はい、12月24日土曜日のウィークエンドライブ最終セクションです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー、太陽光パネルの問題で、えー、東京都議会が義務化設置を義務化する条例案を成立させました。えー、その著本人である小池百合子都知事が今年の11時はえ C C というのは A B C の C 東京都の小池百合子知事は今年最後となる23日の定例記者会見でえ今年1年を表す1文字は C だと話し会場を和ませる一幕があった小池氏は漢字1字で表すと何かと聞,聞かれるがありすぎて選ぶのが難しいと切り出しいっそのことをアルファベットにした方がいい私は C だと思うと強調。理由として それからクリーミーメイトって、これ気候、気候か。チルトレン、子供たち。それからチェンジ、変化など、都が進める C のつく政策や取り組みにまつわる単語を挙げたって、またくだらないこと言って、言ってんだ、本当に。何が C だよ、本当に。これ、チャイナの C だって言ってるんですかね。チャイナの C だよ。そうだ、そうだ。チャイナの C だよ。そうですよ、ね、しかし、あれ、あれですよね、ヤムさんね、あのー、 今回の太陽光パネル設置義務というのは、これだけだ、で大体太陽光パネルそのものが非常に有害物質がもう詰まってるものであって、これを、これが例えばえ台風だとか強風で破損した場合、一体どうするのかという、つまり有害物質が流れ出すわけだから、どうするのかというの一方、それから太陽光パネル使われるシリコンの8割が、 ウイグルで、強制労働によって使われてるってことは、これ、明確になってるのにもかかわらず、東京都議会がこういう条例を成立させるということは、一体都知事と東京都議会は何を考えてるんだと、これ、非難されて当然の話ですよね。 それでもなおかつこういうことをしてしまうっていう、私はね、別に公明党のことは全然最初から信用してないんだけど、だけど、都民ファーストの時は公明党それから共産党、立憲民主党が全部賛成してるわけですよ。彼らはその人権とかなんとか、普段偉そうなことをいろいろ言う割にはです、ね、そのジェノサイドのに加担するかもしれないということについて。 え簡単にこんなに参戦して,るし,し,てしまったということを非常にね不可思議に思うんですけど山口さんこれなななんでそんなことなるんででそことるすかねまず小池百合子という人がもうずっとね、えー、例えば流行り病の時に防護服を大量にね日本人が必要としてる防護服を中国にもうただで送ります、ね、よね大量にねはい、はい、まあなんかあるんですよそれでじゃあ,あの今ねアメリカ私がいるアメリカでは 中国製の太陽光パネルはもう絶対使っちゃいけないんです。もう指定してあるんですよねはい、はい。なるほど。その,あの大きな会社が3つあるんですけど、その中で、はい、トリナソーラーっていう会社があります。うん、で、これはもう例えばアメリカ輸入できないんです。はい。だけど今日本で使われてる太陽光パネル、ほとんど中国製です。で、なるほど例えば上海電力が、あの、石本隆さんっていうね、その岩国市議の方が詳細にレポートしてるトリナソーラーの 太陽光パネルを25万枚並べてるんですね。うん。今それこそね世界中のいわゆる G7 とか G20 とか、はい、中国共産党と中国政府によるウイグル人の弾圧に脳の声を上げようとワンボイスでやってるそのうちの一つがそのウイグル人の血と涙でできている太陽光パネルこれを使わないという位置表示を 国際社会が一致してやってる時に何、はい、で東京都はねじゃあ例えば中国製のトリナソーラー使えませんっていう付帯決議がついてるならちょっとは見直すんですよ、うんはい、何にもなく義務化したらそれ,それ使うに決まってるじゃないですか東京都議会とそれから都知事である小池百合子というのはウイグル人を見捨てて人権を弾圧する集団だってことなんです。うん まあ、そういうことになりますよね。うん、僕はね、本当に無視するし、許せない。こういう人たちは。うんうん、しかもね、東京都議会って百四十人ぐらいいるのかな。百三十七人いるんだけど。九十、うんうん、何人が賛成してるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。自民党と保守系無所属だけですかね。反対したのはね。ということはね、立憲民主党、うん、公明党、これは今後ね、人権という言葉を使う資格ないですも、ね、ん。はい,はい。うん。うん その関連で、えー、これは北海道ですね、えりも町、強風にあおられ、太陽光パネル半数近くが飛ばされる、えー、日高のえりも町にある東洋地区では、二十二日夜、強風にあおられて設置されている244枚の太陽光パネルのうち、半数近くは飛ばされたと、もう一つ、これは千葉玲ちゃんが、どこか他かからで、えー、出てたのをツイートしてるんですけど、 北海道の北山椒魚が絶滅の危機、背景に太陽光発電の建設ラッシュ、釧路湿原という記事を紹介し、えー、国立公園に隣接する貴重な失言が太陽光発電に侵食され続けている現状に市民は、このままではソーラーパネルの海になってしまうと懸念の声を上げると。 SDGs で環境破壊、絶滅危惧種までということをツイートしていましたけれども、確かにその太陽光パネルが、先ほどおっしゃったように、岩国で25万枚ですか、もう25万枚って言ったら、ものすごいですよね山、全部真っ黒にこう隠れるぐらいの、おそらく枚数ですよね。 25万目使ってるところ、美和町っていうところは、これ、ゴルフ場、大きなゴルフ場開発を中国企業が最終的に合同会社を乗っ取るシステム、ああこれは、はいえー、橋本徹市長時代の大阪市の先島メガソーラーっていうのと同じなんですけど、日本企業とかいろんな国際的な用語がわからない企業が合同会社を作って、うん、一旦その企業を買ったところを上海電力が乗っ取るって形で始まってるんですね。はいはいはい でゴルフ場って山、うん、木を切り倒して、そこに全部太陽光パネル並べてるから、もう壮大ですよ。えー、で、でこの周りの、要するに木を切っちゃうと、水の流れが変わるし、保水力も変わるし、うんうん、それから土地の自浄作用も、要するにフィルターする機能もなくなっちゃうはい。だからそのヒ素が出たりね、水が濁ったり、青くなったり。はい 稲作を諦めてる農家もいるんですね。なるほど,なるほどでこれをねその岩国主義での岩さんあ石本さんが非常に熱心に見てるんだけど、はい、これ実例があるのにそういうこと、ええ、じゃ北海道でねじゃ冬、雪積もったら太陽光発電できないんだからうん、うん、そんなところで、ね、太陽光パネル並べるっていうのは本州でやれるのよっぽど無駄ただの環境破壊なんですよ。なるほどそれはねもう ある意味では禁止令を出したほうがいいぐらいですよ、こ、うんなの、うんうん、本当ですよね、うん、いや、本当にけしからんことだと思いますよ、だ中国のまあ間接侵略というよりも、半ば、直接侵略に近いような形だというふうに私は本当に思うんですよね。 その中国の絡みで、ですねこれ、どうしても取り合げなきゃいけない、沖縄の玉城デニー知事のことなんですが、デニー沖縄知事、自治体外交展開へ、アジアの緊張緩和へ、沖縄から貢献、中国、台湾、韓国訪問を検討、これ、琉球新報ですね、<はい S 1> 玉城デニー沖縄県知事は20日、沖縄のプレコ攻撃に巻き込まれる恐れが強い。 台湾有事を回避する一助にしようと、県として自治体外交を展開する考えを示した玉城知事は沖縄から地域の緊張緩和への貢献を図っていく、この感染状況を注視しながら、私や副知事が中国や台湾、韓国などへ訪問し、カウンターパートとしての関係構築を継続したいなどと述べたと。 でもう一つ、角田隆昌さんのツイートで、二重外交宣言、玉城知事の背後は分かりやすい。ク地方は環球時報の社説は、知事選で沖縄民衆の正義の訴えは,、えー、は無視されてはならない。2016年から人民日報は、琉球軍党の地位は未定、もはや日本の沖縄と呼んではなら,な,らない。と。 ネットではすでに琉球人は中華民族になっている、その国に支配の口実を与えに行く知事、あぜこれこれ、僕も2本ぐらいツイートさせてもらったんですけど、少なくとも玉木さんが勘違いしてるのは、外交権という権限は、あの地方自治体には当然なくて、国にしかないわけですよ。で彼らは仮にに中国国台湾韓国に行ったところで 外交権の行使ではなくて、単に、えー、と自治体同士の友好都市提携、こういうことしかないわけですよ、つまり今後も仲良くやりましょうねみたいな、つまりいわゆる外交権限を行使して、相手国政府となんか話し合うみたいなことは、うん、一切そんな権能は与えられてないということについて、少なくとも地元の新聞はそういうことを指摘しなきゃだめですよね。 そ,れはそんなな権限ないですよっていうのはね、うんうん、これですみません、ついでにちょっとも申し上げますけど、私がワシントンにいたときに、えー、沖縄県知事と県議会の人、大デレゲーション、とすごく人数いましたよ。で、記者団もいっぱいついてきて、ワシントンに来て、我々日本人記者団相手の記者会見をやったんですね。で、その時き、僕真っ先に手を挙げて質問したのは、 あの沖縄県知事さんをあなたたちが来るのは、ここ、ワシントンじゃないですよと、ワシントンに来るということは、日本の代を代表してということになるわけですけど、現実に見たら、アメリカ政府は国務省も国防総省も、あなたたちの相手、全くしてないでしょと、一番下っ端の人が出てきて、要望書かなんかの紙を受け取ったかもしれませんけど、こんなもん、外交でも交渉でも何でもないですよと、あなたたちがどうしても行きたいんであれば、それは東京でしょと。 東京にいって関係の、うん、担当大臣なしは、もし会えれば総理か、官房長官に会う,こう、こうしかないんじゃないんですかとか、かなり厳しく言ったら、その知事は、全く一言も反応がなかったですよね。<laughs> 説明できなかったんですよね。<laughs> もう本当、バカじゃなかろうかと思いましたけど、だけどそうやってね、ものすごい予算を使って、ですね県、県会議員や県の幹部もいっぱい引き連れて、えー、乗り込んでくるわけですよ。 あれびっくりしましたね、本当にねただね、その,、うん、あのね私もワシントン支局長時代に、沖縄県選出の国会議員とか、沖縄県知事がワシントン DC に来るっていうのがあったんですけど、はい、これ、なんでかっていうとね、ワシントン DC に沖縄県は事務所を置いてるんですよ。 だからその後置いた、僕らがい,い,いなくなったあとに置いたんですよね、ね確か今もあるかどうかね、やめる、やめないって言ってた時期があるんで、はい、僕はちょっとよく知らないんで、僕がいた頃ろ、2013年から何年間は少なくとも沖縄県事務所っていうのがあって、はいで、この人たちが誰と組んでるかっていうと、はいまあ、その方はね、ちゃんと、まあ、普通の方なんですけれども、カリフォルニアで。 慰安婦像を建てようとしてる人たちとか、はい、それから韓国系の、えー、アメリカ人、要するに、ねはいえー、中国とか中国共産党っていうのはアメリカの西海岸と東海岸に拠点を持ってるんですね、はいはい、こういう人たちと深く連携してるんですよ。それでで東海岸で言うと例えば えー、コネチカット大学の女性教授とか、はい、要するに反日グループと組んでるんですね。なるほどね。うん、でこの背後には必ず中国系の資本が入ってるんですよ。要するに反日グループと沖縄独立ってのは一体なんですね。なるほど。うんうんうん、で玉城デニーっていう人は2017年から18年19年と国会議員から知事になっても。 沖縄県は香港のような一国二制度を目指すべきだと何回も言ってるんですね。はいはい、それでその孔子病を作ってみたり中国人の喜ぶことをたくさんやってる、はい、うんだからそういうネットワークっていうのが実はワシントン DC と那覇と、うん、それから中国本土とアメリカの親中団体の間深くこう絡み合ってるっていうことをねよく知らないとその。 結局は中国共産党の共産主義者と日本を解体したい反日勢力というのがこう密接に動いている交差点が沖縄なんですよね。なるほどね。うんうん、それで沖縄では言語道断なことにその独立運動をやってる人たちがいるからね。いま,います、います。うん、で、ここに資金提供をしているのが今度は北朝鮮の地質総研究会とかね。そそそそうそうそう,そうそしたの そうなんですで辺野古の妨害してるのが大阪の関西マコンだったりするんですよね。<laughs> ではっきりしてるのは全員反日だってことなんですよ。で、あんまりそういうことをね、保守系の人、普通の日本人って知らないじゃないですかね。意外と知らないですね、確かに、ね。で、まあ普通の方知らなくていいんだけど、うん、やっぱり戦略としてね、彼らがどういうネットワークで、どういう資金源でどう動いてるのっていうのは、 やっぱり韓国、北朝鮮、中国っていうのが日本の反体制勢力に資金提供してこれはムン・ジェイン政権の時のパク・ウォンスンという自殺したソウル市長はだって日本の立憲民主党の議員のと密接に連絡を取ってたわけでしょそうですよね、うん、だから、そういう、まあ、特定の、ね、アジアの参加国ってよく言うけどもあの日本を壊そうとする人たちが外国勢力と組んでるってことは、うん、もうはっきり見つめ直す。 もうそれも最低限やんなきゃいけないことですよねそれ,それとですね、この玉城知事がその、まあ、今回アメリカですけど、あじゃあ、あのー、中国、台湾、韓国と言,と言ってますけど、実は一時期、北京や上海にも沖縄の事務所があったんですけど、なんでこんなことをできるかというと、はい、日本政府がつかみ金的に800億とか9億とか、沖縄にただくれてやるわけですよ。 つかみ金って言ってるのは、要するに普通は予算というのは細かく決まってて、全部紐付きになって、人については決められてるんだけど、つかみ金だから何に使ってもいいわけですよ。だから自由に使えるから、この知事が本当に観光旅行だかなんか知らないけど、大デレゲーションでもって、あちこちにうろうろ、うろうろ、アメリカに行ったら、彼女とハワイに寄りますからね、そういうことをやるわけですよ。普通だったらそんなにあんなに弱小圏で、そんな余裕なんか絶対にないはずなのに。 沖縄だけジャブジャブ金が余ってんですよ。うん、だからそういう意味では甘やかしてきたというに私は思いますよ、うん、政府がね。そうですね。はい。うん、思います。